ジャーナリストの森ちゃんとコラボ配信をしようとしたのですが、予定したアドレスからうまく入れなくて、しかも僕はまだお家に帰れなくて、外からでもちょっとでもコラボ配信をしようかと思ったんですが、森ちゃんうまく入れないかな。コラボ配信難しいですね。最初にアドレスを作っておいたんですけど、そのアドレスにうまく入れなくて、すいません、大失敗。どうやってやるんですかね。コラボ配信がうまくいかない。ちゃんと予定したスケジュールでアドレスを作っておいたんですけど、そのアドレスにうまく入れない。しかも森ちゃんも来れない。ということで、僕もちょっと仕事で遅くなって帰れてないんで、でも誰か見てくれてる、ごめんなさい。どうしよう、森ちゃん来れないのかな。今日はですね、ジャーナリストの森ちゃんと、森ちゃんって言ったら失礼で、まあもう森ちゃんなんで、僕の友人ですけど、ずっとパレスチナを取材してて、僕は同じ時期にルワンダに行ってて、まあお互いの取材報告を兼ねながら、YouTube でコラボ配信をしようという予定をしたんですが、最初に作ったアドレスに、このコラボ配信、携帯からしかできないんですよね。うまくその、最初に作ったアドレスに入れなくて、なおかつ僕仕事でまだお家に帰れてなくて、で、ほんの少しでも森ちゃんとちょっと話したくてやろうかなと思ったんですけど、森ちゃんが入ってこれてない。そこにちょっと今森ちゃん、アドレス送ったけど入ってこれてないみたいなんで、お森ちゃん来れる？来れる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 ？今追加って押したよ。来れる？来れる？カモン。すいません。こんばんは。もう最初に予定してたアドレスに入れなかったです。はい、ああ、そうなんですか？これ難しいっすね。いや、僕もこれは初めてやりました。こうやってやって、ショートアドレスを送れるんだけど、最初に日付をやってた、そのアドレスにうまく入れなくて。ああ。すいません。しかも、ごめんなさい。ちょっと、仕事の今、打ち上げに来ちゃってて。あ、そうなんですね。はい。あ、いいでもちょっと、テストケースでこれ、はい、ね、ちょっとでもやっときたかったなと思ってて。ああ。でも、せっかく森ちゃん来れたんで、ちょっとだけ話しますか。あ、はい。わかりました。今ね、打ち上げ中ですか？打ち上げ、撮影の打ち上げをちょっと抜け出してきてて。ああ、そうなんです。突然ね、結構でかい撮影もらっちゃった。はい、へえ。いや、なんか てっきり、はい、今なんか卒業式とかかなと思ったんですけど、それじゃなかったです。卒業式はね、先週でもう終わった。あ、終わったんですね。次はもう、来月入学式。あ、入学式。はいはい。ちなみに今、誰かわかんないけど、一人来てくれてるから。はい。ちょっと改めて、ゆっくりやらせてください。はい、わかりました。でもせっかく一人来てるから、ちょっと聞きたいんやけど、はい、森ちゃん、結局、パレスチナに何日いたの？まあでも、パレスチナ自体は2週間ぐらいで、あとイスラエルにも2週間いたり、まあでも、まあいろいろ、トータルで1ヶ月半ぐらいですね。1ヶ月半長いでしょ？長いので、なんだ、結構お金も、はい、企画を使いましたね。これさ、どこまで言っていいのか分かんないけど、僕は言っちゃうけど、言える？どのくらいかかったかとか。あ、まあ別に、でもざっくりしか分かんないですけどね。まあでも。まあそんなのね、大体やけど。はい、まあ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 。多分これ、聞いてる人って、僕らがその1ヶ月ぐらい取材したときに、どのくらい取材費かかるかって結構興味あると思うよね。ああ、まあそうですよね。でもどうですかね。まあ、なんせ一食が高いので。向こうはだってイスラエル高いでしょ？だからもう普通に、軽く。日本と変わんないもんね。あ、もう日本より高いと思いますよ。え、今もう日本より高い。いや、日本円がちょっと弱いじゃないですか。あ、まあ、150円とかね。はい、今だと1シェケルが、40円ぐらいなんですよ。はい、はい。はい。で、まあまあ、例えばファラーフェルサンドイッチ。40円やばいな。はい。ファラーフェルサンドイッチとかが、だいたいまあ、
エルサレムとかテルアビブだと20とか30とか、なんで40掛けすると、まあ800円とかですね、600円、800円は絶対します。それで。ヨルダンだと、はい。ねえ、あんな単なるランチやんねえ。ヨルダンだと半額以下ぐらいですけどね。イスラエル高い。いやー、もう高いんですよ。ちなみにその、往復の部屋と、滞在費、まあ食費も含めて、ざっくばらにどのくらいですか？どうですか、フライトは僕いつも安い LCC を乗り継いでいくんで、まあ往復でいくらですかね。しかもチェックインラゲッジをなしで行ってたので、比較的、そうなの。1ヶ月を ?1 ヶ月半、もう大体はいつもそんな、まあ前、ロストバゲッジ2回したんで、もうめんどくさいなと思って、無理やり、バックパックだけで行ってたんですけど、まあ、それでも往復15、6は行きましたね、フライトで。15、6、はい。で、1ヶ月半の滞在費、いろいろ考えて。滞在費入れたらどうですかね、片手ぐらい。片手いかない。フライト、まあ、宿泊30ぐらいかかってんじゃないですか、30万、35万。だからまあ、4、50万ぐらいですかね。もろもろ入れて片手ぐらい。もろもろ入れると。はい。でもそんくらいやっぱかかりますね。でも、森ちゃん、結構ニュースレター頑張ってたから、多少は収益は。いや、まあ、ビビたるもんですけどね。ほんと、お小遣い稼ぎみたいな。まあ、増えたらいいですけど。ちなみに、僕、はい、ルワンダ、マイル使ったんで。あ、じゃあもうかかんなかったんですね。往復は1万5000円です。あれ結局何日行ってたんですか？ 1、2週間ぐらいですか？いや、3週間ちょい。あー。で、現地は1泊20ドルぐらい。あ、じゃあまあまあ、3500円ぐらいですか？ 2000 円、そうですね、3500円。今、円弱いんでね、はい、3000円弱ぐらい、はいはいはい。でも、それでもなんだかんだ言って、やっぱ15万ぐらいかかったかな。あ、まあでもいいですね。逆に言うと、3週間いて15万なんで、はい。はい。いいですね、でも。まあ。ルワンダ結局、それ、何の案件で言ってたんですか、あれは。これね、ちょっと、ここで言っちゃっていいのかどうかわかんないんだけど。まあまあ言わなくても大丈夫ですけど、全然。でも、実はルワンダって、はいはい、まあ、ジェノサイド乗り越えた平和な国作ったすげえ国なんだけど、はいはい、今、コンゴとブルンジからの難民がめっちゃ多い。僕はね、難民が専門なんで、はい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 、でしかもそのパレスチナとかウクライナに難民支援が行っちゃってて、うん、あ、そっか、そっちにお金が入ってこないですよね。もう全然入ってないですよ。で、実はその3月に難民が命がけでデモした、うん、はい、あ、デモしたんですか、ルワンダで。もうこれ以上俺死ぬって言って、はい、もうルワンダ政府も結構厳しいからデモとかはダメなんだけど、デモして、その時取材したのは僕とドイツ人ジャーナリストだけなの。あ、そうなんですね。まあ今回その情報があったから言ったんやけど。はいはいはい。まあでもね、もうでもこれもう正直に言っちゃうけど、はい、テレビ局これ使ってくんないって言ったら、結構仲いいんだよ。はい、パレスチナかウクライナだったらって言われた。いやー、それなかなか厳しいですよね。いやー、だからもうね、だからもう日本の報道終わってるから。こうやって伝えるしかないなと思ってて。ああ、まあまあそうですよね。いや、もう本当にもう。でもちょっと、今日本当ごめんなさい。ちょっと改めて。あ、そうですね。ちょっとこんな暗いところやし。全然打ち上げしてきてください。ごめんなさい。はい。改めてやらせてください。ちょっといろいろね、お互いに話もしたいし。あ、そうですね。了解です。ぜひぜひ。すいません、はい、遅くなっちゃって。はい、いえいえ、大丈夫です。はい。ぜひまたお願いします。あ、はい。じゃあ、楽しんできてください。ごめんなさい、失礼します。はい。はい、近々またぜひ。はい、よろしくお願いします。